はあ寒い。こうも気温が低くなると南の方にも旅をしたくなりますね。そういえばタコ姉様が高校受験をした時は、受験日当日に氷で滑って下水に落ちて軽く濡れたままテストを受けたそうです。すごい怖がってましたけど受かってよかったですよね。私が一時期東京に赴いてた時には路上がちょっと凍っただけで周りの人みんな滑って転んでたのが印象的でした。その点雪国の人は雪道を歩くのには慣れてるんじゃないかな。北海道の左下だいぶ埋まってきましたね。開発順序ガン無視で作り進めてるせいで潰れるお店が多いですが、私は北海道が作れればそれで構わん。今日はこの背びれみたいな区域から進めていきましょうか。拳銃で言えば引き金の部分ですね。まずは定番の道路をつなげるところから。なんだこれ、ほうそう。こんなの道路だけで土地が埋まっちゃいそうだよ。というかよく見てみればほぼ山じゃないか。北海道の引き金ってこんなに山岳地帯だったんだ。あれ、私ここに大きな町があるって思ってたんだけど勘違いなのかな。いいや、なんとかなるでしょ。ゲームだから狭く感じるのであって実際の広さは大きな町が発展するに足りるもののはず。気にせず作りましょう。こうした海沿いの道をさ、キャンピングカーに乗って旅できたら楽しいだろうな。乗ったことないんですけど、あれお部屋の部分にいると上手な運転じゃないと酔っちゃいそうですよね。というかシートベルトの義務ってどうなるんだろう。基本は一人旅用の車なのかな。ちょっと空いた土地にも道を伸ばしちゃおう。もちろん人が住んでない地域もあるんでしょうが、こういう隙間に道路や集落を作るの楽しいし、ついついやっちゃうんですよね。それにマップの縮尺のことを考えても、作れるところはどんどん作るべきかなとも思ったりして、どこに街があるかわかりませんからね。運命の区画設定タイム。ここで決めた街の名前が学校やら何やらに響いてきますからね。言うてここは最初から小樽のつもりでいたんですが、ここら辺じゃありませんでしたっけ。何も見ずにやってると合ってても間違っててもふわふわした感じになります。大きな芝刈りで作ってますけど、きっと町とか村も巻き込んでるんでしょうね。有名な市の場所や名前すらわからないのに、そっちまで当たったらミラクルですよ。北海道全域を作り終えるまでに奇跡は起きるのだろうか。この動画は私の記憶と想像と当てずっぽうで 100%。 そこら辺はシビアというか、なんというか救いがないですよね。救いようもないですよね。だけど考えてみてください。たとえこのキリタンの北海道が間違いだらけだったとしても、きっと北海道はその大きさで許してくれるはず。北海道の半分は優しさでできているから。もう半分は森。ちなみにですけど、ゴミの処理はブックオフが担ってくれています。ちょっと大きいですけど公害出さないんで便利なんですよ。かつてブックオフは私にたくさんの出会いをくれました。黒髪、響きの魔法、ギャラクシーエンジェル。学校帰り電車まで3時間とかある時はいつもブックオフに立ち寄って物色してました。この辺りのマップもあまり便利は良くなさそうですね。電車の本数も多くないのかもしれない。駅の近くに暇を潰せる何かがあると助かりますよね。そういえばこっちに線路伸ばしてないな。スペース的に駅を置くのが難しいってのはあるんですけど、さすがに後で何とかしましょう。それではここの小学校の名前を小樽市立中央小にします。その南に位置する高校はですね、そうだなぁ、変化球が欲しくなったので小樽女子高等学校にしました。性別を縛ってしまいましたが、人工的にやっていけるんでしょうか。さてさて、無事に建物が建ち始めましたね。こうした海の町に住んでいると風の湿り具合やカモメたちの様子なんかから、だいたい2時間後くらいに雨が降るなんてわかるようになりますよね。私は結構的中させられます。さすがにそろそろ電車を走らせたくなってきたので、初めから路線が用意されているこの地域、駅を増設しつつ発展させちゃいましょう。大きな駅だとよく駅中のお店でお土産売ってますよね。ここの駅だとどうなのかな。あるとしたら北海道がプリントされた手ぬぐいとか置いてそう。あとはやっぱり乳製品ですかね。レアチーズケーキとか人気高そうだ。お弁当が美味しいイメージがあるので、ご当地の味に舌鼓を打ちながら電車に揺られるのも素敵なんだろうな。ひとまずこの辺りまでにしといて、先に町の名前を決めましょう。ふふん、ここはちょっと自信ありますよ。もし間違ってたら間違ってたで、自信を持って臨んだ姿勢を評価されるべきです。我ながらつまらないことをしたと思いました。はい、室蘭です。
現状、高密度の住宅地と商業地がメインなのは石狩市のみですからね。ここの開発が終わったら、いよいよあの大都会を作り始めましょうか。そしてそろそろまたブックオフが欲しいんですが、やっぱり置き場に困りますね。町の結構な面積がブックオフに持っていかれました。今日から室蘭の主な施設は中古ショップです。室蘭北小学校を建てたあたりで一時的な黒字に。まさか黒字化するとは思ってませんでした。室蘭には福の神でもいるのでしょうか。電力足りなくなったので風車増やしました。これでまた当分は大丈夫でしょう。さあお待たせしました。この都市を置いては北海道は語れない。今から着手するのはそう。あれ、山だ。山があるぞ。どうしよう。まさにこの山の場所に作ろうかなって思ってたんですよ。札幌？嘘、山しかない。え、滅んだ？完璧な場所こそ知らないものの、この辺にあると思ってたのに。え？こっち？まあ、高速の降り口もあるし、きっとこっちだったんでしょう。札幌って海あるの？まず私そこからなんですが、言うて1光年や2光年離れてるわけでもなし、そう捉えれば、札幌は限りなくこの場所なんです。ところで札幌の名前についてなんですが、ホロっていうのは、馬車を覆うテントみたいな布のこと、つまり雨風をしのぐためのものですよね。そこにお札が絡んでる。札幌では、その昔暴風を起こす妖怪でもいて、お札の力で人や穀物を守ってたりしたんでしょうか。それとも単なる当て字かな。字の意味を考えてみると、案外楽しいものですよね。そして私は知っている。大都会の街は、大抵5番目状なのだ。実際の札幌こそ知らないが、仙台と東京に住んでいた時期がある。このキリタンの勘がそう告げている。四角だ。四角を作るのだ。そして5番ほどの広さが取れないこのマップでは、あえてこう言おう。まるで、将棋盤だな。夜になると、さすがに暗くてわけわかんないことに気づいた。需要も回復させたいし、朝を待ちましょう。その間に予算でも眺めてみましょうか。このマップの人たちからは、初期値のままの税金 9% を納めてもらっています。試しに、住民が怒り出さない上限と言われる 12% にしてみましょう。みるみる黒字化しましたね。このキリタン、厳しい環境でたくましく生きる道民に敬意を感じています。どうせ資金は無限、住民の負担は減らしたい。ならばこの北海道に住む人からの税金は 1% にしましょう。各企業からは 10% だけ頂戴することとします。他にも中小企業支援とか、住民の税金減額とかを条例として定められるんですが、これをやると、マップで名前を付けた場所全部で、アイコンがやかましいことになるのでやめました。さあ、北海道の夜明けです。まずはそうですね。札幌駅の周辺に見合うユニーク施設はないでしょうか。あ、観覧車だ、建てたい。道路を細かく敷き詰めた街中じゃやはり無理か。じゃあ郊外に遊園地と一緒の形で置きましょう。あとワット。これなんかいいんじゃないかな。時計塔です。駅近くの通りに設置したらおしゃれだと思うの。ここにしよう。あーうん、いいんじゃない。駅に入りきってない新幹線の方が気になるけどいいんじゃない。札幌駅の目の前には立体駐車場を2個。いやさすがに多いかな。1つだけにしましょうか。そういえば観覧車に電気を送り忘れてましたね。面倒なので風車を立てて解決します。目の前に自分より回る存在が登場し、観覧車がやる気をなくさないか若干心配です。夜までの間、実は大工事をしていました。マップを走る高速道路すべて右側通行に修正したんですよね。一般道が右側通行なのに高速が左側っていうのは少々具合が悪かったものですから、今後はマップ開始時に進行方向の確認しないとですね。諸学校を。もう一つおまけに、諸学校を。人口多そうだし学校もたくさん建てましょう。国校を。こちら辺にも国校を。町の外れあたりに、ユニバ。満足。名前はまあ普通に、西小と東小。同立札幌高校。もう一つの高校を忘れてスルーしての、問題が山積みです。ごめんて。そういえば高校卒業後の専門学校は一つもありませんでしたね。それじゃあ、カメラマンや音響スタッフを目指せる専門学校、デジタルスクウェア札幌。デジタルなんちゃらってよくある名前だよね。それにあやかってみました。
駅から遠いところは一般住宅やお店に設定。駅周辺にはマンションや商業ビル、オフィスビル。素敵な海の街になりますね。札幌中心部がもっと内地だと思ってたのは気のせいなんです。だってそこに山があったから。さすが札幌駅、すごい人です。たまに犬がいますがきっと盲導犬。そうした方々にも理解のある優しい街なのでしょう。豊かな自然に囲まれながらも、北海道随一の大都会として成長を遂げた札幌市。海の向こうには小樽半島。巡航船なんかの観光も盛んかもしれません。人や物が行き交う日本の主要都市、札幌、絶賛開発中です。みんな、適当に作ったこんな動画を賑やかしてくれてありがとう。せっかくなのでコメントとおしゃべりするよ。自分の住む県をあまり知らないなって人は多いよね。実際そんなもんだと思うんだ。むしろ隅から隅まできちんと覚えてる人はすごいと思うな。ご近所の安いスーパーが分かっていれば十分だよきっと。私も自分の県の知識にすら自信ないし、まして全然知らない北海道に関しては、ツッコミどころも多くなるだろうなってこの動画を作り始めたけど、みんなノリが良くて嬉しいというか安心というか、誠にお世話になってます。ボンちゃんとノーちゃんというのは北海道のご当地キャラでしょうか。失礼ながら私は存じ上げないのですが、おねちゃんとイヤちゃんなら知ってます。ちなみにうちにはいません。ご当地といえばキューピーちゃん人形。その地域限定の格好をしたキューピーちゃんがあちこちで売ってるんですよね。友達に集めてる子がいて知りました。こうした地方コラボのキャラクターも見ていて楽しいなって思います。ごめん、忘れたわけじゃなくて頭にない。私の頭にあるのは包丁だけです。川に限らずそこは本当に申し訳ないんだけどね。ありえない北海道を楽しんでいただければなと。それと正しい情報を補足してくださる方もありがとうございます。いろんな人に甘えつつ、今後もしらばっくれながら作っていきますね。このキリタン、北海道の最北端に排水施設を建てました。一応その近くにアセットで見つけた浄化槽をいくつか建てたところ、現状、海への排水はほぼ綺麗な水にできています。初めて使ったのでどうなるかと思いましたが、私としても心配だった汚水の問題は避けられそうで一安心です。札幌に水、いっぱいあるよ。無理やんかってロシア語っぽいんだね。つまり関西弁はロシア語の派生だった。気になったので簡単なロシア語の発音を調べてみました。Рад познакомиться с тобой. Рад познакомиться с тобой. Прошу прощения. Брашинг Персиан. До скорого. Паско да гама. こんな感じでしょうか。難しいものですね。アイヌ語が地名になった地区。私の知ってるところだと、岩手県は大船渡市のウキライっていう場所。ウキライっていうアイヌ語が元になったと聞きました。意外と身近にもあったりするものですね。私仙台に2年間住んでいましたが、ビル風が冷たいくらいで普通に耐えられる寒さでした。仙台には街中にイチョウの木が立ち並ぶ道があるんですけど、ビルからの排熱もあって、だいぶ冬が深まるまで葉っぱが緑色のままだったりします。ちなみに銀杏が落ちると匂いがやばいです。北国や東京でも電車のボタンはあったりなかったりするんですね。東京にも2年住んでましたが、基本東西線しか使わなかったので知りませんでした。そこの需要や利用人数、会社によっても違うんでしょうね。私の地元でも、一時期コンビニに狐が通い詰めていました。人や車を恐れる素振りもなかったし、きっと誰かが餌をあげちゃったんでしょう。私も動物は大好きだけど、相手は野生動物、分別は大切ですよね。思わぬ病気を持ってる可能性もあるわけですから。そういや、私の姉も、狐、おったわ。おしゃまんべのマンに引っ張られすぎたらマングローブになりました。最近の地球は異常気象も多いですし、可能性の話をするなら、ありですよね。小石海岸ほんと好きなんですよ。撮った写真は大体印刷しちゃって、データでは少ししか残ってないんですが、機会があれば行ってみてください。のどかで素敵な場所ですよ。ゴールデンカムイ、名前だけ聞いたことがありますね。私11歳ですけど、なんとなく役者や司会者をしていた時期がある気がしてまして、イベントや舞台に際して、アイヌ語の勉強をした気がするんですよ。まあまだ小学生なので気のせいなんですがね。ちなみに好きなアイヌ語はイタタニ、意味はまな板です。七不思議やユーマの話、いろんな地域にありますよね。これは尊霊様の高校の話なんですけど、ある時期を境に、放課後になると、校舎の一番奥の部屋から、不気味な声が聞こえるという噂が広まったんです。
そこは写真部と美術部の部室がある以外は薄暗い場所。噂を聞いた生徒たちは幽霊でもいるのかと不安がっていました。ある日、一人の生徒がその学校から忽然と姿を消したのです。その生徒とは3年生の男の子。野外で彼女とこっそりしているところを警察に発見され、謹慎処分を受けたのでした。彼が学校に来なくなってからは校舎の奥からの声も聞こえなくなったといいます。その謎の声の正体は何だったのでしょうか。不思議ですよね。そんなこんなで適当極まるこの動画ですが、仲良くしてくれると嬉しいです。ではまた次回。